皆さん、おこにゃちは。さて、いよいよ。あれをやる時が来てしまいました。え、なんだよあれって。お前ら、ここがどこだかわかるか？東大でしょ？正解。東大って、なんか用があるのか？東大自体にはないけど、あれだよ。あれって、海底神殿よね？もしかしてここなん？そうだよ、とうとう海底神殿の水抜きを始めたんだよー。本当にやるんだ。ずっといつかやるとは言ってたが。うん？ついに重い腰を上げてやることにしたんだ。それで、ほら、海底神殿の周りに四隅のブロックが見えるかな？ああ。あれって目印か何かか？うん、チャンクを調べてつけておいたよ。調べてって、どうやったの？ほら、前にもやったじゃん。後で見せてあげるよ。そいってちょちょ？よいしょとお、お前なぁ。びっくりさせないでよね。ごめんごめん。それで、水抜きってどうやってやるんだ？砂を頑張って落としていくんだ。ふーん。それで？それだけ。なんだよそりゃ。まあまあ。今回は多分加工だけになるかな。一応砂はここのチェストに入れておいたよ。いよいよ海底神殿の水抜きか。ガーディアントラップも作らなきゃいけないわね。そのトラップを作ればシーランタンが作れるんだよな。そうそう。ただ、尋常じゃないぐらい大変だろうけど。そうそう、さっき言ってたチャンクについてなんだけど、F3 と G を同時に押すとチャンク表示されるんだ。あ、これって確か前にやってたわよね。スライムトラップの時だったか？そうそう、それでチャンクの読み違いをしてたのよね。あっとそういえば忘れてたよ。ま、それはいいとして。このチャンクから一マス外に出た位置が端っこだよ。え、外側なのか？そう、ギリギリ内側だと、一マス分壁で損しちゃうからね。なるほど。そういうことか。そんじゃ、早速やっていこう。ただ、注意しないといけないのがガーディアンよね。ああ。確かビームを出して攻撃してくるんだよな。しかもやたらと強いんだよね。あ、なるほど。だからお前ダイヤのフル装備をしてるのか。作業しながら死にたくないからね。だったら、透明化のポーションを飲めばいいんじゃない？あ、なるほど、透明化か。使ったことないんだよね。透明化のポーションを飲んでも攻撃されるって聞いたことあるし、よくわかんないんだよね。なんか、防具を装備してると相手から見えてるとかだったかしら？ちゃんと調べてないから何とも言えないけど。とりあえず、ずっと同じ作業風景になるから倍速するよ。さらにスピードアップかな？やっぱり地味だな。っていうか、思った以上にこれ大変な作業なんだけど。あ、そういえばさ、ピストンを使って作業を楽にするやり方、カズさんやってなかったかしら？へぇ、そんなことができるのか。まあ今回はそのままやることにするよ。よし、しばらく砂を落とす作業、お楽しみください。おっと、暗視のポーションの効果が切れた。っていうかいつの間にか夜だったのね。下を向いてるから全くわかんなかったよ。さあ、どんどんやっていくよ。いやー、砂の消費量が半端ないわね。これ足りるのか？ラージチェストいっぱいに、さらにエンダーチェストにも入れておいたからどうだろう。疲れたなぁ。あら、今は夜明けかしら？へぇ、暗視のポーションの効果でなんだか神秘的なんだぜ。なんだか別の世界に来た気分だよ。別の世界か。確かにそうかもしれないわね。これはいいものが見れたかもしれないね。
普段は暗視のポーションなんて飲まないからね。水中にいることが多いし。ああ。って、今思ったんだが、別に暗視のポーションも水中呼吸のポーションもいらなかったんじゃね。ああ、気づいてしまったか。でもこうやって綺麗な朝焼けも見れたことだし、そして牧場の四隅の塔もビーコンも綺麗だな。手先からうるせえよ。あ、うん、続きをやっていかないと。それで、砂は足りそう？いやー、全然足りないと思う。足りない分は裏作業で集めておくよ。そんじゃ、また倍速で。砂の壁が完成したぞー。げ、結構でかい。1時間以上もかかったよ。壁は作ったけど、ここからどうするんだ？うん、ここからさらに区切って、スポンジで水を吸い取っていくよ。うへぇ、さらに大変な作業だな。さて、今日はちょっと短いけどここまでにして、次回一気に作業を進めていくよ。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。想像以上の大変さだけど、頑張るぜ。シーランタンのためね。